熱海市伊豆山で発生した大規模な土石流から今日で2ヶ月。現場では懸命な捜索活動が続けられています。被災した住民は新しい生活に向けて少しずつ動き出そうとしていますが、新たな課題に直面しています。黙祷。2ヶ月前、熱海市伊豆山で土石流が起きたとされる午前10時28分、集まった住民たちは被災地に向かって黙祷を捧げました。涙が出てきちゃって、なんでこんなことになっちゃったのかなって、いつも言ってるですけど、なぜこんなになっちゃったのかなって、なぜ助けられなかったのかなって。午前10時、熱海市伊豆山です。今日で土石流の発生から2ヶ月となりました。現場にはまだ多くの土砂や瓦礫が残っており、重機による撤去作業が行われています。発生から2ヶ月が経った今日も、警察などがおよそ50人で捜索活動を進めました。これまでの捜索活動で26人が見つかりましたが、いまだ太田和子さん一人の行方が分かっていません。重機が2台しているあの辺りに住んでたんですけども、小さい頃はずっと通ってた床屋さんのお母さんで、お母さんを助け出せられなかったっていうすごい無念の心が、早くご家族のところに戻られるといいなっていうふうに思っています。太田和子さんの親戚は今も太田さんの帰りを待っています。気の毒でね、もうそのこと思うとね、本当に胸が詰まってきます。こんな暑さの中でね、早く出てきてほしいなと思いますよ。本当に。この2ヶ月、土石流で亡くなった人の身元確認をしてきた人がいます。熱海市の歯科医、土屋元雄さんです。歯を治療した後などから、遺体の身元特定に協力してきました。人間の口の中ってのは比較的残りやすいところなんで、でそれぞれみんな治療の後とか、例えばどこの歯がないとか、そういうのって個人個人で違うじゃないですか。生きている時のその状態とご遺体の状態をですね、見比べてやれば、ほぼその人が誰であるかっていう身元を判明させることができますね。土石流が突然町を襲った今回、身元が分かるものを持っていた人は少なく、歯が重要な手がかりとなりました。土屋さんは12人の遺体を家族のもとに返しました。一刻も早く返すのがともかく仕事です。で間違いがあって絶対にいけない仕事なんで、もう間違いのないようにと思ってね、本当にその辺は注意してやりました。連日の撤去作業で伊豆山の街中を駆け下りた大量の土砂は、2ヶ月の撤去作業でだいぶ減ってきています。しかし上流部では家や道があった元の地形がわからないところもあり、土石流の爪痕はまだ多く深く残っています。